よう、完璧なタイミングだな、ハークだ。お前と組んで騒ぎてえと思ってたら、ちょうどドンピシャで繋がったんだよ。呼んだのはあんただろうが。え、騒ぐってなんだ。サルとバナナみたいだ。ところでサルっつったら何に連想する？バナナだ。偶像だよ、異教のサルの偶像。サルに償いしようと思ったんだ。人間の親戚なのに、昔の俺はいじめていたからな、自爆ベストとかで。え、何？依存症の回復ステップと一緒だ。自分で取りに行きたいんだけどよ、ココ6号とボンゴ2号がいて、こいつら体脂肪がないから寒いでござるとか言う前に凍えちまう。運悪いことに、その猿の偶像は山奥の洞穴にあるらしいんだよな。場所は知ってる？待て、誰が言ってる？そこら中の人だよ。いいか、法律軍も猿の偶像を探してるから急ぐんだぞ。民の兵がゴールデンパスのメンバーを捕まえたという噂を聞いたが、本当だろうか？
死ねえかそうだ。箱は見つけたが空だ。相棒、とんだ邪魔者が入ったな。おい、ちょっと待てよ。パガンの一味がまだその辺りにいるってことは、空洞は見つかってねえはずだ。どっか氷の上にでもあんのかな。おっと、また氷の上か。うまい隠し場所だ。ヒョウガを調べてみろよ。しか使えないぞ。まあ、従わない奴は殺せばいい。俺死ぬ。最悪の死ぬかの話は聞きたくない。
がいなくなったぞ。ジュエのボタンでやめろ。うわっ、you